3人組グループタイムルずつの菊池風磨29とモデルの鈴木恵美39が24日都内で行われた新体験洗顔パックしかりアンバサダー就任会見に出席菊池が初共演となる鈴木の小顔への驚きを語った CM カット貴重な姿泡を顔につけ洗顔中の菊池風磨初共演の鈴木について菊池は 恐縮なのですが、ものすごくお綺麗で顔小さいなって思ってと目を見開き、ご挨拶している時も顔を探す瞬間があるぐらいでびっくりしましたとユーモアたっぷりに語った。そして、お綺麗さは存じ上げていたつもりですが、生であったら半端ないです。記者の方も顔探している瞬間があるぐらい、言葉にならないですと熱弁、鈴木は見つけてもらえてよかったですと笑いを耐えていた。 一方、鈴木は菊池の印象について、テレビを家に置いていなくて、ご活躍を見たことはなくて。検索をしてみたら、SNS のおすすめページに菊池さんがいっぱい出てくるようになってと人気ぶりに驚いたそう。結構ドッキリされているお仕事が多いのかなと思ってと話すと、菊池があれは偽りの姿ですと即座に突っ込み、笑いを誘った。鈴木がお会いした時にきちんとされていて、 実は真面目なんだなとと続けると、菊池は、ベースは真面目なんですが、ドッキリをかけられてしまう不遇な時期を過ごしているんですと懸命に弁解していた。菊池と鈴木が出演する新 CM、叱るべき明日のために。変、30秒、15秒、叱るべき明日のために。変菊池風魔バージョン、15秒、は、11月1日から放送、関東、関西エリア、 され、今日24日には同ブランド CM サイトと公式 YouTube で公開される。